ハルブレット・ニーダムは、アメリカ合衆国のスタントマン、映画監督。テネシー州メンフィスで、ハワード・ニーダムとイーディス・メイ夫妻の間に生まれ、アーカンソー州、ミズーリ州で育った。パラシュートの技能に長けており、朝鮮戦争には空挺不評として出兵し、映画スタントマンの駆け出しの頃には、バイスロイの広告モデルも務めた。西部劇ドラマ、西部の男パラディンで、 リチャード・ブーンのスタントを務めて注目を集める。さらに、ジョン・ウェインのスタントを務めていたチャック・ロバーソンの下で訓練を受けたニエダムは、西部開拓誌、マクリントック、大将軍、小さな巨人といった映画に出演。1960年代におけるトップスタントマンの座に上り詰め、クリント・ウォーカーやバートレーノルズのスタントマンとしても定着する。また、仕事の比重を スタントコーディネーター、アクション担当監督へと移していく一方で、エアバッグなど、革新的な工業製品の設計、開発にも携わった。1970年に、グレン・ワイルダー、ロニー・ロンデル・ジュニア、ロバート・テッシェを引き連れて、スタンツ・アンリミテッドを設立。ニーダムは、トランザム7000で原案を手掛け、友人、レイノルズの提案により監督も務めた。 これが大ヒット映画となり、続いて制作されたグレートスタントマンキャノンボールの映画も人気を博した。その後はスタント業から離れていき、スタントマンのスタンバレットが主にドライバーを務めていたバドワイザーロケットの自動車の世界最速記録を目指すプロジェクトに心血を注いでいった。このチームは定められた公式測定法を書きながらも音速突破の主張をしたことで、 1979年、当時から今日に至るまで、激論の火種となっている。その他、1980年代に、ハリー・ガント33スコール・バンディットのオーナーとして、ウィンストンカップシリーズへ出場したことでも知られている。2001年、トロス・ワールド・スタント生涯功績賞を受賞。2013年10月25日に、アメリカ・ロサンゼルスで死去。82歳没。 2019年公開の Once Upon a Time in h o l l y w o o d では、ブラッド・ピット・フンするクリフ・ブースのモデルが、バートレーノルズのスタントダブルを務めたハルニーダムが、モデルであったと言われている。ありがとうございます。